宇宙最強で超無敵偉大なる記者アイリーン参上名探偵の助手アイリーンが報告に来たよ主な仕事はシャーロットの写真を撮影あああいやいや情報の収集と真相の究明 <laughs> <laughs> へへ今日のリーダーの初撮りも、このアイリーンがいただいたよ私だけのコレクションにしようかなそれともオークションに流しますかおはようちゃんとご飯食べたこんばんはアイリーン探偵事務所はいつでも真心込めたサービスを心がけているからね。あなたの知りたい謎はすべて、 この宇宙最強で超無敵の偉大なる記者、アイリーンが解明してあげるちょっとリーダー、今までどこ隠れてたのまさかこの私でも調べられなかったなんて。よしもう一歩も離れない二度と逃がさないんだから誰の写真が欲しい何でも手に入れてえシャーロットの写真は私だけのコレクションなの 代わりに、わ、私の写真でもいいシャーロットは、まるでパズルを解くように真相を突き止めてくれるんだ。だから、私の仕事は、そのパズルのピースを集めること。報酬なんて、思う存分シャーロットを取らせてもらえれば十分空が綺麗だよこういう時はぼーっとしてないで、すぐ写真に撮ってみんなに見せるべきだよ こういう天気の日に写真を撮ると露出が足りなくなるんだよね。っていうか真っ暗で何も見えない。あれレンズキャップを外し忘れてた。雨の日だって特ダネを探しに行くよ私が写真を撮るからリーダーは傘を持っててそしてシャーロットはお留守番さあ、行こうリーダーおはよう早速写真を撮りに行きますか 何か面白いネタがあったらすぐ送りつけてあげるよ。お腹空いた。でもお弁当忘れちゃったんだよね。えっと、少しだけご飯分けてもらえないえへへ。<laughs> やっぱりリーダーが一番優しいね。今から現場に行くんで、帰ってからまたゆっくり話そうね。ちゃんと事務所でシャーロットと一緒にお留守番してて。 今日の収穫はまあまあだったかな。新しいネタもいっぱい手に入れたし、秘蔵の手帳に目もし終わったら、また一緒に見ようね、リーダーし、今こそ人が一番無防備になる時間。潜入作戦、開始ひひひひ。<laughs> え、あ、あれシャーロットめ、また部屋に鍵をかけてるし。考えはまとまった よーしじゃあ早く写真を撮りに行こう今日の作戦は、臨機応変要するに適当に撮ってればいいってこと愛しのシャーロットじゃないですかなかなかいい報酬をもらったねおー、一枚撮らせてくれない新しいメールが来たよもしかして、また事務所に匿名のラブレターが届いたのかな、リーダー 宇宙最強で超無敵偉大なる記者、アイリーン参上感謝あなたの危険でミステリアスな感じ、ちょっと好奇心が湧いてきた依頼が増えて忙しくなってきたんだけど、もしあ <laughs> きっと助けてくれると思ってた今日からあなたは秘密の情報提供者。なんか面白い話があれば、 いやいや、重要な情報があったら、私に教えて。冒険の時に、なぜかあなたの写真もいっぱい撮ったよ。<laughs> かっこいい顔のも、アホっぽいのも、どれも可愛いいよ。これはちゃんとコレクションしておかなきゃね。そういえば、女子が欲しいって思ったことは、ないかな。シャーロットの面倒だけでも疲れるけど、 あなたといるのは意外と面白いからね。ちゃっちゃーリーダー、アイリーン認定ベスト探偵パートナーゴールドバッジのゲットおめでとう今まで受賞したことがあるのはシャーロットだけだから、これは賞賛に値する栄誉だよ思い返せば、リーダーはアイリーンの秘密を全部知ってるし、一緒に事務所を準備したり、いろんなナイトメアの事件を解決したり、 あと、シャーロットの前でも私の賢いイメージを保つよう努めてくれたり。<laughs> あなたがいてくれると私、何かと安心できる。てなわけで、これからもよろしく。私たちはずっと最強のパートナー。しかも、あなたは唯一、私がベリルと勘違いしないで済む男性だからね。何か面白いネタない従軍記者 アイリーンが来たよ援護は私に任せて安心していってへへこっち見てはいチーズどン私のカメラがまたいろんな素材が取れた <laughs> やっぱり記者は危険な職業<お> <laughs>